ルドルフ・ホフマンによって作られたシュワンのリトグラフシュワンの生まれ故郷の椅子にある記念碑、テオドールシュワンはフランス第一帝政の椅子出身の生理学者、動物学者。動物における細胞説の提唱者として著名だが、組織学にも貢献し、組織学の創始者と言われる。1836年に豚の,の胃の遺液からペプシンを発見。 タンパク質に肉を溶かす働きがあることを確認し、消化を意味するギリシャ語のペプトスにちなんで、ペプシーを命名した。1838年には、シュワンと同じく、フンボルト大学ベルリンで研究していた、同国出身の植物学者、マティアス・ヤーコップ・シュライデンと知り合い、シュライデンと食事をしていたところ、植物の細胞の話になり、お互い、あらゆる生物は、 細胞から成り立っているという意見が一致した。シュライデンは、同年1838年に、論文、植物発生論の中で、植物は、独立した細胞の集合体であるとして、植物の細胞説を、主案は1839年に、論文、動物及び、植物の構造と成長の一致に関する、顕微鏡的研究で動物の細胞説を提唱し、今日呼ばれる、 細胞説の提唱者として名高い。その他の業績に解剖学の分野でも抹消神経細胞の軸索を取り囲む神経に皮細胞である手腕細胞を発見したことや生物における科学的過程を意味する代謝という言葉を造語した業績が挙げられる。1845年にイギリス王立協会からコプリメダルが授与され、1875年には プロイセン王国からプールルメリット勲章が授けられた。1810年12月7日、現在のドイツのノイスに金細工の仕事をしていた父、レオンハルトシュワンと母、エリザベートのもとに生まれる。大学に入る前までは神父を目指していたが、大学に入って自然科学の面白さに気づくと生物学の研究に専念するようになった。はじめ、 フンボルト大学ベルリンで、同国出身の生理学者、ヨハネス・ペーター・ミューラーの弟子として4年間学び、生理学、病理学を治めた。手腕は、ミュラーの下で、アルブミンに対する胃液の作用は塩酸によるものでは、なく、肉から抽出した成分や唾液との反応とも、異なるという結論を導いている。1829年からは、ラインフリードリ・ヒビルヘルム大学ボ ユリウス・マクシミリアン大学ビュルツブルグで自然科学や医学を学び、1834年に研究者として再びフンボルト大学ベルリンに戻ってきた。鶏肺の呼吸を研究していたシュワンは、1836年に豚の胃からペプシンを発見、命名した。翌年の1837年には発酵の作用は微生物が原因という説を主張しており、 フランスの生科学者、ルイパスツールの研究の先駆けであったが、当時はあまり認められなかった。1838年には、フンボルト大学ベルリンで研究を行い、同じくそこで研究を行っていたシュライデンと知り合い、上述した通り、細胞説に確信を持つようになり、シュライデンは、同年1838年に、論文、植物発生論の中で植物の細胞説を、周安は、 翌年1839年に論文、動物及び植物の構造と成長の一致に関する顕微鏡的研究で動物の細胞説を提唱した。この時、シュライデンと話したシュワンは直ちに自分の研究室に戻り、赤作細胞を強建して細胞説に確信を抱いたと言われる。なお1838年にシュワンはベルギーのルーバンカトリック大学に招かれ、 教授として、教鞭を取る傍ら等と伝聞の発行や筋肉の特性と働き、神経細胞の研究を行っていた。シュアンは熱心なカトリック教徒であったため、ドイツの大学に招聘されても応じなかったというエピソードが残っている。1845年にイギリス王立協会からコプリメダルが授与された。1848年からは同じくベルギーの リエージュ大学で教授を務めた。1875年にプロイセン王国からプールルメリット勲章が授けられた。晩年は質素な生活を送り、1882年1月11日にドイツのケルンで没した。彼の生まれ故郷であるノイスには彼の記念碑が建てられている。ヒヨシュアンは植物の学名で命名者を示す場合にテオドールシュアンを示すのに使われる。 ありがとうございます。